今日の県議会の一般質問で、木村知事は県営八千代工業団地の造成地として、八千代市の内陸部に東京ドーム5個分余りにあたる25ヘクタール規模の用地を検討していると明らかにしました。県は TSMC 進出の波及効果を広げるため、菊池市や甲子市、八千代地域に工業団地を整備する方針です。 八代市が南九州の物流の拠点となっていることも踏まえ、物流や農林水産を生かした食品関連の企業の誘致を期待しています。八代を中心に、県南地域の発展、振興のために、ですね、全力でこの事業に取り組んでまいりたいと考えております。八代工業団地は、2028年度の分譲開始を目指しています。